自民党・河井案里参議院議員の去年の選挙をめぐる公職選挙法違反事件で広島地検は案里氏と夫・河井克行前法務大臣の秘書など3人を逮捕しました何かか伝えたいいことないですか逮捕されたのは河井案里参議院議員の公設第二秘書立道宏容疑者と河井克行前法務大臣の政策秘書 高谷慎介容疑者ら3人です3人は去年の参議院選挙で安里氏を当選させる目的でうぐいす嬢など14人に対し法定上限を超える報酬合わせて204万円を支払った運動員買収に関わった疑いが持たれています広島地検は東京の議員会館にある事務所を捜索しました 捜査の最大の焦点は違法な報酬の支払いに河合夫妻の関与があったかどうかですこれは参院選の前安里氏の陣営からウグイス城の手配を依頼された陣営関係者とウグイス城の仲介役の SNS のやり取りです河合ルールで行けるようにしたいですねそうだね集める時には法廷と言って集めておきます報酬について 可愛いルールで行けるようにしたいというメッセージ。まあ、安ン氏の陣営で、営ウグイス嬢の手配を依頼した男性は。僕は以前にも、あのー。川井克行先生の。衆議院の選挙を。手伝ったことがありまして。うん、もう、その時には、もうすでに。えっ、ー、と、三万円というのは、もう状態化していました。夫、克行氏の選挙戦では、以前から法廷の場合の三万円の日当を支払うことになっていて。 その仕組みが安里氏の選挙戦でも引き継がれていたと証言しましたこうした疑惑に対しこれまで二人は捜査が始まっておりますので私から申し上げることは差し控えさせていただこうとお答えすることを差し控えさせていただきたいと思います誠に申し訳ありません秘書らの逮捕を受けて コメントを発表しましたが、ここでも。捜査中であることから、事実関係に関するコメントについては、現時点では差し控えさせていただきます国会に出てきて、話もされてない、どこで説明責任を果たしたんですか。一人一人の政治家が、自らよりを正して、説明責任を果たすべきものと考えているところでございます安倍総理の肝入りで立候補した、安里氏の選挙戦をめぐっては、選挙前、 自民党本部から河合夫妻の支部におよそ1億5000万円という巨額の資金が投じられていたことも明らかになっています1.5億円もの選挙資金を提供してそれが買収資金に使われた可能性すらあるわけです辞職させるべきではありませんか辞職すべきかどうかということについてはですね党においても判断するということになるんだろうとその,その党としての判断を聞いているんですよ ななななんんでででこういういいいい都合のやりとになると喋らすすかおかかおしいじゃ公職選挙法では買収の罪で秘書らの有罪が確定した場合、候補者本人が関与していなくても当選が無効となる連座制が適用されます。安里氏に連座制が適用されれば 安利氏は失職する可能性がありますが、自民党幹部の1人は。治験は勝行みたいだ知見は河井夫妻の関与の程度や、立憲の可否の判断に向けた捜査も進めていると見られます。